こんにちは、美容家の夏美です。今回はビープルバイコスメキッチンでお買い物をしたので購入品をご紹介したいと思います。私のチャンネルではコスメキッチン購入品というテーマの動画を時々アップしているんですけれども、実はビープルバイコスメキッチンも大好きで、もうちょこちょこお買い物を楽しんでおります。で、今回はこのビープルバイコスメキッチンのムック本を読みまして、いろいろと欲しいものがあったのでまとめ買いしました。で、特にバスグッズとかインナーケアのアイテムをいろいろ購入したので、早速ご紹介していきたいと思います。まず入浴剤を2つゲットしたのでご紹介していきます。まず一つ目はクリスタルクリアリングバスソルトです。私バスソルトすごく大好きなんですけど、こちらは初めて購入しました。3億年前の海の結晶でディープバスタイムというふうに書いてありますね。ホワイトとブラックの塩2種類あるんですけれども、私はホワイトを選びました。ホワイトのバスソルトは人疲れを浄化したい時におすすめなんだそうです。で、ブラックの方は老廃物をしっかり出してデトックスしたい方におすすめだそうです。で、私は最近新しい仕事を始めて、新しい人たちと関わる機会も増えたので、ホワイトの方が向いてるかなと思ってこちらを選びました。で、こうやって見ていただくと、もう半分くらい使い込んでいるように見えるかもしれないんですけど、実はまだ1回も使っていなくて、こうやって横にすると、このサイズで1キロになります。で、結構たっぷり入っているので、週末にお出かけして人混みで疲れちゃった時とかもこのお塩のパワーを借りたいなと思っています。はい、で、もう一つ入浴剤をゲットしたのでそちらもご紹介していきます。はい、こちらです。薬用バース中性重炭酸入浴剤です。はい、こちらは大好きで何度もリピートしております。はい、こんな感じのタブレットタイプの炭酸入浴剤ですね。お風呂の中に入れるとシュワシュワして溶けていきます。個人差はあると思うんですけど、私は炭酸風呂に浸かるとすごく疲れが取れるような気がして気に入って使っています。ちょっと時間に余裕がある時にぬるめのお湯でゆっくり使っていただくのがいいかなと思います。で、こちらを溶かしたお湯はもう赤ちゃんが頭からかぶってしまっても大丈夫なくらいお肌に優しいので、小さいお子さんがいらっしゃるママさんにもすごくおすすめです。で、こちらは実は頭皮ケアにもすごくいいので、もうお風呂に潜って羽化の頭皮ブラシでもう頭皮を揉みほぐしたりもしてますね。湯船の中で汚れを落とすっていうのはもう一人暮らしじゃないとできないことかもしれないんですけど、ただお風呂に浸かるだけだとちょっともったいないかなと思うので、頭皮のケアも一緒にするのがおすすめです。で、バースの入浴剤はこちら10回分なんですけれども、お試しサイズで3回分もありますし、たくさん使いたいっていう方は1ヶ月分もあります。はい、続いてはフェムテック関連で吸水ショーツをリピートしたのでご紹介していきます。はい、こちらです。ムーンパンツです。はい、こんな感じのブラックレースの吸水ショーツになります。こちら未使用のものになりますのでご安心ください。ムーンパンツは以前から月経の時に愛用しています。色味の透け具合とかが気になってしまうかなと思って、ピンクベージュ系の色味を1枚持っているんですけど、よく考えたら生理中の時ってあんまり白いボトムスって選ばないなと思ったので、デニムとか履く時に黒のムーンパンツもありかなと思って今回はこちらを選んでみました。あとは普通に後ろ姿のレースが可愛いなって思ったので、ちょっと履いてみたかったっていうのも理由ですね。で、ムーンパンツは、夜用のものもあるんですけど、こちらはデイタイム用になります。すごく生地が薄くてサラサラしているので、もう洗濯をした後乾きもすごい早いです。梅雨の時期とかは、他の洗濯物は乾いていないけどムーンパンツは乾いていたみたいなことも結構よくありましたね。血液の量が多い日は、このムーンパンツの上からナプキンをつけたりもするんですけど、
まあ、あえて量の少ない日にこれ1枚で履くっていうのが一番楽ちんかなとは思います。吸水ショーツは繰り返し使えてとってもエコなので、ぜひ興味のある方使ってみてください。はい、続いてはインナーケアのアイテムをじゃんじゃんご紹介していこうと思います。まずはサプリメントを2つご紹介します。1つ目は MVP のビタミン C1000 です。こちらは何度もご紹介しているんですけれども、1粒で無添加の高濃度なビタミン C を摂取できるメガビタミン C サプリメントです。こちらはちょうど2年くらい前からずっと飲み続けてますね。まあ、一時お休みしていたこともあったんですけど、紫外線の強い時期は必ず飲んでいます。で、結構価格がお手頃なので、まあ、夏場は欠品していることも多いなという印象です。ご興味のある方は在庫のある時にまとめ買いしておくのをおすすめします。で、 MVP は、ビタミン C だけではなくて、まあ、マルチビタミンミネラルとかもありますし、まあ、EPA、DHA、鉄、亜鉛とかいろいろと種類があります。で、ビープルでお取り扱いのあるビタミン C のサプリメントだと、まあ、アムリターラのサプリメントもすごい人気ですね。で、アムリターラのビタミン C のサプリメントは結構粒が小さくて飲みやすいんですけど、まあ、MVP は結構粒が大きいんですね。で、結構大きい粒だと飲みづらくて苦手っていう方もいらっしゃると思うので、そういった場合はアムリターラのビタミン C のサプリメントの方がいいかもしれないですね。個人的にはビタミン C のサプリメントだとこの2つがおすすめです。はい、もう一つサプリメントをご紹介します。はい、こちらの青パパイヤ酵素です。青パパイヤ酵素はビープルで大人気のインナーケアアイテムです。青パパイヤ酵素はタブレットタイプと粒子タイプの2種類があるんですけれども、こちらはまた別のシリーズでビープルと共同開発で作ったものになります。で、こちらは従来の青パパイヤ酵素よりも酵素の濃度が高くて、で、飲みやすさにも追求しているので、結構小粒な、タブレットタイプになってますね。で、従来の青パパイヤ酵素よりも価格が手頃で手に取りやすいです。青パパイヤは酵素の王様なんていう風に言われていて、活性酸素の除去、脂肪の分解、免疫強化などの働きがあります。酵素が不足すると太りやすくなってしまうので、青パパイヤ酵素はもうダイエットの味方かなという風に思います。で、私は夏場は水着とか着る予定はないんですけど、まあ、夏場は肌の露出が多くなるので、まあ、痩せやすい体作りを意識していきたいなと思って、青パパイヤ酵素のパワーを借りたいなと思っています。で、青パパイヤ酵素は以前顆粒タイプのものを飲んでいたことがあるんですけど、その時は集中して飲まなかったので、まあ、あんまり効果がよくわからなかったんですね。まあ、なので今回は集中的に飲んでみたいなと思っています。はい、最後のアイテムはドリンクです。はい、こちらです。ワームルーティーンショットです。はい、こちらは冷え性の改善にとてもいいということで、興味深くて初めて購入してみました。冷え性だけでなくて、お肌の不調だったりとか、まあ、体力がなくて体が疲れやすい方にもおすすめだそうです。で、口コミを見たら味も結構飲みやすいということだったので、ちょっと調整してみようかなと思います。で、夏場は結構冷房で体が冷えてしまいますし、室内と室外の気温差が激しいので体もすごく疲れやすくなってますよね。で、ノンカフェインなので、いつでも時間帯を気にせず飲むことができます。なので、あんま体調良くない時とかで、翌日疲れが取れなかったらちょっと困るなっていう時とかに飲もうかなと思っています。はい、こんな感じで今回はビープルバイコスメキッチンの購入品をご紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。ビープルではちょこちょこお買い物をしているんですけれども、まあ、なかなかまとめ買いする機会がなかったので、今回動画が撮れてよかったです。で、ビープルバイコスメキッチンはコスメキッチンでお取り扱いのあるものも一部お取り扱いがあるんですけれども、今回ご紹介したものはビープルバイコスメキッチンのみでお取り扱いのあるものになります。で、
ビープルバイコスメキッチンはインナーケアアイテムとかが結構充実しているので、またコスメキッチンとは違う楽しみ方ができるかなと思います。特に私は七里ヶ浜のビープルバイコスメキッチンが大好きです。はい、そんな感じで今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。